笹部よしこは、日本のフリーアナウンサー、フリーライター。韓国在住で、同国に関連した活動が多い。愛称は、笹姫。福岡県北九州市出身。1995年神戸学院大学法学部、卒業。大学卒業後は、NHK 富山放送局に契約社員として、勤務し、地域情報番組でのキャスターを務めた。 契約期間満了後には、地元、福岡県における、フリーアナウンサーとして活動していた。2000年10月、韓国の熱気を体感しようと思い立って同国に移住した。初めは韓国語を全く話せず、西江大学校語学堂において、語学学習から開始した。同校において1年半の間韓国語を学んだ後、 本格的に韓国に拠点を移しての活動を開始した。2004年4月、3年余りの経験をもとに書いた、韓国で働くを出版。2004年10月、ソウルで、心を設立。以降、韓国人スタッフと共に、各媒体の取材活動を続けるほか、日韓交流イベントの司会、企画、コーディネート、制作を行っている。またこの頃から、 韓国 KBS の国際放送、KBS ワールドラジオにパーソナリティとして出演している。2013年5月、同じ福岡県出身の講談師神田ダクレナイの元へ入門。以降、神田ベニカとして活動する。2020年12月31日、韓国 KBS で放送された、2020。 アナウンサーオンパレードで、現在の講談師としての活躍とともに、アナウンサー時代の音源が放送されている。ありがとうございます。